こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ユニトロボーンよりユニトロボクロコダイルバナナジュースです。それでは見ていきましょう。ということで、この新たなユニトロボが発売されましたね。はい。で、このイラスト見てください。めちゃくちゃかっこいい。で、このさ、腕のワニとかもさ、ほら、めちゃくちゃ気合入っているっていう最高のイラスト。はい。で、裏こんな感じになっております。それでは開けていきましょう。はい。で、中身がこれとこれですね。はい。で、今ね、後ろにこの今まで出たユニトロボーンのね、やつ全部並べてるんですけれども、ざっくりとちょっとグループ分けしてます。はい。こっち、ここから左、こっちが乗り物シリーズで、ここ真ん中が、まあ物、生きてないもの、無機物的なねもので、ここが、生き物シリーズですね。で、一番、はい、こっち側が食べ物シリーズになっております。この4つにちょっと大きく分けました。で、今回の、はい、こちらクロコダイルバナナジュースは、分類分けするとすると、このクロコダイルはワニなので生き物ですよね。はい、生き物で、バナナジュースはまあ食べ物飲み物シリーズ。はい。新たなあれですね、食べ物シリーズに今まで飲み物がなかったんで、新たにこの飲み物が加わったっていう感じになって、いいですね、喉乾いた時とかね。はい。ということで、この2つちょっと見ていきましょう。まずはこちら、バナナジュース。はい。ということで、200ml だ。しかも、ユニトロボーンのこのユニトロのロゴプラス 100% バナナジュース。あ、めちゃくちゃ美味しいやつね。バナナジュースが一番美味しいからね、ジュースの中で。はい。じゃあ次、こちら、クロコダイルですね。いや、めちゃくちゃ細か、これ。このさ、脂肪加工かな？このザラザラ。はい。で、この背中のこの、なんていうの、トゲトゲみたいなものも再現されていると。で、歯があって、この下顎は塗装がされてますね。はい。で、尻尾こんな感じになってます。足もね、ちゃんとついてるっていう、めちゃくちゃにリアルです。はい。まあ、っていう感じなんですけれども、早速、これ合体させていきましょう。ありえない合体をね、するっていうわけで、はい、ここの後ろのジョイントね、これをこうやって組み合わせてあげます。じゃあいきます、合体。はい。うわー、なんだこれ、すごっ。ちょっと待って、今なんか今あんまり見えなかった気がするんで、ちょっともう一回いきましょう。それではいきます、合体。はい。まあ、こんな感じにね、なりますと。で、そしたら、ここ、はい、これを一旦見てください、裏。まあ、ここのね、軸がありますと。で、さらにその外側、こっちにも軸があるので、この軸をこうやってパカッてこう開いてあげる。反対側も前から見るとこうですね、こうやって開いてあげて、で、ここの軸で、はい、肘をね、曲げてあげます、ロボットの。はい。で、そしたら上のこのプラプラしてるところを開く。そして最後、この上の部分をかぶせてあげれば、はい、これでユニトロボクロコダイルバナナジュースになります。どうでしょうか。いや、めちゃくちゃにかっこいいと。いや、しかもね、ちょっと待って、これさ、この変形バンクっていうの、この変形のさせ方、めちゃくちゃ気持ちいいっていうか、かっこいいんですけど、ちょっともう一回やっていいですか。はい。まあ、腕を前にやりますよね。で、ここめちゃくちゃ楽しい。このパカッて開いて、その尻尾の中から、はい、冠が出てきて、このメットをこうやって後ろ、こうつながってる、このつながってるのも熱い。で、これをかぶせる、チャギーンっていうね、これめちゃくちゃ楽しい。なんかすごい自分でこう合体させてる感がよりありますね、このクロコダイルバナナジュースは。めちゃくちゃかっこいい。で、なんとこのクロコダイルバナナジュース、実は似てるユニトロボがいるんですよね。皆さんもうね、気づいた方もしかしたらね、いるかもしれないんですけれども、ちょっと待って、これ戻す時は普通にギュッとね、はい、やってあげればいけるかな。はい。
なんと、はい、こちらです。はい、このシャークベンディングマシーンですね。はい、この2つなんですけれども、これのこっちベンディングマシーンと、はい、このバナナジュース、なんと全く一緒です。はい、こんな感じで、ただこのシールとかあと色が違うので、うん、まあ、全くこの自動販売機とジュースっていう全く別のねものにしてるっていうところがおもろいですよね。はい、でここちょっと押せばね、あのへこみがあるっていう、このね、ちゃんとベンディングマシン使ってるんだなっていうのがわかります。はい、じゃあちょっとこっちのシャークベンディングマシンもおさらいしておきましょう。はい、これもここの後ろの部分をカチッとくっつけてあげて、はい、こうやって出てくると、で腕を前に持ってきてあげれば、はい、これでユニトロボシャークベンディングマシンになります。じゃあちょっと比べてみましょう、見た目。はい、あ、逆、ちょっと待って、こうだ、はい、反対だった。はい、これでこうですね、こう来て腕を前に、これね、あのたまにパキッてこう取れる時あるんですけれども、取れたらそのままこうくっつけて、パチってね、くっつけてあげればね、治るので、取れたら焦らずくっつけてあげてください。で、はい、こうやるとね、はい、こうやって並べてみましょう。こんな感じになっております。で、このさ、ボディは一緒なんですけれども、この後ろの部分が違うだけで、こんなにもう別のロボットになってるっていうのが、このユニトロボンのめちゃくちゃ面白いところなんですよね。すごいよね。はい、じゃあちょっと皆さん今めちゃくちゃ思ってることあると思うんですけど、じゃあそのクロコダイルをベンディングマシーンにつけて、このシャークをバナナジュースにつけることできるんですかって思ってる方いらっしゃるかと思います。やりましょう。はい、ということで、まずはこちら、シャークバナナジュースちょっとやっていきましょう。この青と黄色ね、めちゃくちゃ綺麗です。じゃあちょっといきます。合体、はい、そしてこの腕を出してあげれば、お、なんかシャークベンディングマシーンみたいにですね、やっぱり、うん、元がこれ一緒だから、うん、頭とかそのまんまだしね。はい、いやでもやっぱめちゃくちゃ似合いますね、この黄色と青っていう色もおもろいですね。じゃあ次こっち、このクロコダイルベンディングマシーンができるのかって問題ですけれども、ちょっとやっていきましょう。頭にかぶせる工程とかありますからね。はい、いきます。はい、合体、はい、うお、きた。そして腕を取り出してあげて、はい、でこの部分をパカッと開いて、はい、ここいきます。シュフィーン、はい、来ました。これでクロコダイルベンディングマシーンになります。なんとしっかりとこのベンディングマシーンにこの頭部、これをかぶせることができるっていう、いや最高ですね。いやこれはちょっと合わせて買いたいですよね。でこうやって遊びたいよね。うん、まっていうね、あのユニトロボならではのあの激おもろい遊び方ができるっていうわけなんですけれども、はい、めちゃくちゃ面白いですよね。で、まああとは例えばちょっと待って、このワニをちょっと閉じます。はい、あとは例えばこの2つ、このじゃあこのバナナジュース、このベンディングマシンからバナナジュースが出てきたと仮定して、そのバナナジュースベンディングマシンできるのかいっていう話なんですけど、ちょっとやってみますか一応。はい、はい、こんな感じになります。はい、どっちも一緒だから、なんかこうやって移動しそう、こうやって移動しそう、なんか、はい、っていうまか不思議ロボがね完成するっていう。じゃあこっちもちょっとやってみますか、このね、あのかっこいい生き物グループ、はい、このワニとサメ、めちゃくちゃかっこいい組み合わせですよね。でこのワニザメを合体させるとどうなるのか。はい、開かない。あ、なんかかっこよくなってる。なんかワニの方は全然、あ、開いた、やば。あ、なんか良くない、なんかあんまり
何が何だかちょっと分かんないものになっちゃってますけれども、まあね、こういう、まあ、一応合体もできるのはできるんですよね。っていうのが、その可能性が残されてるっていうのがこのユニトロボンのめちゃくちゃ面白いところですよね。ということで、うん、シャーククロコダイルでした。はい、これね、ちょっとあれだな、あ、こうか、うん、で、じゃああと他のもちょっと試してみましょう。クロコダイルとこのあれですね、バナナジュースね、同じ黄色シリーズ行ってみようかな。同じ黄色で言うと、例えばこのチーズとかね、はい、チーズバナナジュースいきます。はい、お、これは良いのでは。はい、チーズバナナジュース、はい、こんな感じです。はい、腕ないけど羽があるみたいな、なんかこういうおもろい見た目になりました。そしてこっちも行きましょう。ハイスピードトレインですね。ハイスピードトレインクロコダイル、あ、なんかもうこの時点でもうかっこいい、すでに。はい、パカッとやって、これあ、なるほどね、これちょっとワニむずいな、これ。はい、下プテラノドンのね、体だから。上、ちょっとワニこれむずいな。合うの見つけるの難しそう。ちょっとじゃあ、同じ黄色シリーズ。まあオレンジだけど。はい。これもいきますか。一旦戻してあげて。バスですね。クロコダイルバス。いや、このさ、乗ってる、このさ、合体前はめっちゃかっこいいんだけど、合体させるとどうなるのか。はい。うん、なんだこれ、なんだこれ。はい、こんな感じ。ちょっと、うん、これも何が何だか分かりませんっていう感じですね。なるほどね。ちょっとこれワニ見つけるの難しいですね。やっぱりこのベンディングマシーンとの相性がちょっと良すぎて、他のやつがね、うん、何と合わせればいいんだろうか。はい、バスも一旦戻してあげて、ちょっとここら辺行っていいですか。このちょっと3体合体いきますか。クロコダイルトレジャードッグいきますか。クロコダイルトレジャードッグ、まずはこの、これ足出てくるからこっちか。クロコダイルとトレジャー合体させる。でクロコダイルトレジャーで、ここにドッグを合体させると。はい、はい、あ、あ、さっきの中では一番いいクロコダイルトレジャードッグです。はい、こんな感じになってます。あ、なんかこれエジプト感あるな、なんかわかんないけど、色なのかな、うん、なんかエジプト感出ますね。はい、いや、これ今のところ一番いいね。うん。クロコダイルトレジャードッグ。はい。あり。これはありですね。あとなんかあるかな、パンケーキとかですかね。クロコダイルパンケーキ行ってみますか。合体！はい。これは、あ、なるほどね。なんかこういう、はい。こういうちょっと守護神みたいなのがちょっとできてしまいました。はい、クロコダイルパンケーキ、まあ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 ってところですね。はい、じゃあ次は、これいきますか。モスバーガー、ちょっとモスバーガークロコダイルいきますか。合体、はい、お、あ、あ、なんか、あ、なんかこのいそう、なんかゲームのボスとかにいそう、この足ないタイプの、なんかいいですね。あ、なんか若干この被ってるようにも見える。お、これいいね。これいいね。ただ、うん、ちょっと足ないっていうのがちょっとあれですけど。ってことは、このバーガーもいけると。合体。はい。はい、来ました。バーガークロコダイルですね。クロコダイルバーガーか。はい。ワニ肉のハンバーガーみたいな名前してますけど。はい。ありありあり、あ、意外とありですね、これ。あ、いいかも、うん、これが、いや、個人的にこれ一番好きかもしれないですね、この合体の中で。あ、いい、ありありあり。はい、まあ、という感じ
ですかね、うん、今回はちょっとねこのクロコダイル難しいですね。何と合わせたらいいのかっていうのが、はい、まあ、なんですけれども、こうやっていろいろね合体させたり、逆にねこういうヘンテコなねもう合体をさせても面白いっていうのがユニトロボーンのね醍醐味なので、ちょっと皆さんもねぜひちょっといろいろ買ってね試してみてはいかがでしょうか。ということで今回のこの動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。